それでは確認させていただきますね。はい、リストにある任務は全て完了しています。旅人さん、パイモンさん、お疲れ様でした。連絡を受けてすぐに駆けつけていただきありがとうございます。あなたたちが来てくれていなければ、これほど大量の依頼処理できていなかったでしょう。ひひ、お安い御用だぜ。でもこの2日間確かに忙しかったけど、ほとんど荷物の配達やキャラバンの護衛ばっかりだったな。人手が足りないって聞いたから、てっきり重要な任務だと勘違いしちゃったぞ。お二人ともベテランの冒険者ですから、確かにこういう依頼をお願いするのはもったいないですよね。ただモンドは毎年この時期になると似たような状況になるんです。え、どうしてだ？はい、そうです。今は穀物や果物の収穫時期であり、お酒で有名なモンドにとっては1年で最も重要な醸造の期間となります。農家は新鮮な農産物の販売を急ぎ、大手酒造業者は質の高い醸造の原料を買い付けます。なるほど。最近お酒に関する話題をよく耳にするのはそのせいだったのか。え、なんだと？本当か？ああ、代理団長がみんなを本部のホールにお呼びなんだ。早く行かないと間に合わないぞ。おい、待ってくれ。あのセピロス騎士の2人、だいぶ慌ててるみたいだな。よう、旅人にパイモンじゃないか。元気にしてたか？あ、ガイア、ちょうどよかった。なんでみんな騎士団の方に走って行ってるんだ？心配するな。お前らの手を必要とするようなことじゃない。実はさっき大団長から騎士団に手紙が届いてな。代理団長が本部にみんなを招集して、その手紙を開封することになったんだ。なるほど、それなら安心。って、ちょっと待った、今、なんて言った？セピロス騎士団の大団長って、噂に聞く、あの遠征の指揮を取ってるファルカ団長のことか？ガイア、その手紙には何が書いてあるんだ？遠征隊の状況はいつ戻ってくるんだ？おっと、まさか俺よりパイモンの方が大団長のことを気にしているとは。意外とおせっかいなんだな。よく耳にするけど、会ったことがない人だし、気になるのも当たり前だろ。陳団長も騎士団の生きた伝説だっていつも言ってるから、オイラすっごく気になってたんだ。それに遠征隊がここを離れてかなり長いよな。それなのに具体的な動きを耳にしないし。代理団長の評価も随分と控えめだな。あの人は伝説と呼ばれるようになるまでの間、周りにかなり迷惑をかけてきたんだぜ。詳しくは時間がある時にでも話してやるよ。お前ら随分と興味があるようだし、せっかくの機会だ。一緒に騎士団に行ってその内容を聞いてみないか？栄誉騎士もだいぶ顔を出してないだろう。みんな寂しがってるぞ。うん、じゃあ行ってみようぜ。キャサリン、またな。はい、気をつけて行ってらっしゃい。さて、どうやら人も揃ったみたいだな。あら、かわいこちゃんにパイモンちゃん、あなたたちも来てたのね。手紙のことを聞いたのかしら？ああ、さっき冒険者協会の近くでガイアに会って聞いたんだ。おー、ホールにこんなに人が集まってるところを見るのは初めてだな。なんだかオイラまで緊張してきたぞ。そう固くなるな。俺が知る限り、
大団長が手紙なんかを書く暇があるってことは真面目な話じゃない可能性が高い。それに悪い知らせじゃないのも確かだ。ガイアは少し誇張しているけど、私も同意見だわ。何しろミカは感情を顔に出しちゃう子だからね。ほら、階段の手前、ジンの横に立っている子よ。彼は以前エウルアのタイで測量士をやっていたの。測量の才能に恵まれた実直な性格の子よ。遠征隊が出発する際、大団長にタイの石膏の要として任命されたの。今回の手紙も彼が持ち帰ったものね。全員揃ったようだな。みんな静かにしてくれ。これより大団長からの手紙を読む。ミカ、任せたぞ。は、はい、ジン団長。皆さんこんにちは。僕は遊撃小隊の測量士ミカ。これまで遠征隊と共に任務を遂行していました。ではファルカ大団長からの手紙を読ませていただきます。セピュロス騎士団の諸君、元気にしてるか。ファルカだ。まず最初に伝えたいのは、今のところ遠征隊は全員無事だということだ。安心してくれ。よかった。はあ、手汗でびしょびしょになってたよ。あの、続けていいでしょうか。ああ、続けてくれミカ。ということだから、こっからの内容はリラックスして聞いてくれたまえ。この手紙を焚き火の横で書いている今、俺と遠征隊はテイワットの北境に駐屯している。遠征の目的は過去に残された危険な秘密だと俺は言ったが、今もそれ以上のことは言えない。だが任務の進捗について心配無用だということだけは保証する。この2ヶ月の間、俺たちは思いがけない人物と出会った。ファデュイの執行官、隊長だ。え、隊長？ファデュイがモンドで好き放題暴れたことは知っている。だが結果から言えば、今回隊長は俺たちに牙を向けていない。かっこ、おそらく今回スネージナヤと俺たちは運命共同体にあるからだろう。かっこ閉じ。経歴や出身を見抜かれないよう、奴は仮面で全てを覆い隠していた。だが奴は紛れもなく鋼鉄のような人物と言えよう。生身の人間でありながら神々へ挑むことを恐れていなかった。奴ならばクレイのクレヨンを使って遺跡守衛のあの目ん玉みたいなコアを突き刺すことができるだろうな。かっこ、お前らは試すなよ。かっこ閉じ。偵察兵によると、隊長は3日前命令を受けてナタへ向かったらしい。ようやく奴を警戒する必要がなくなって俺らもぐっすり眠れそうだ。奴の行動が俺たちに少しばかり役立ったことは認める。だがそれを加味しても、奴はまだ俺たちに借りがあるのは確かだ。今頃モンドはブリーズブリュー祭を迎えているだろう。残念だが今年もお前たちと祭りを楽しむことができそうにない。遠征隊の奴らはモンドの酒とお前たちと共に過ごした日々をいつも恋しく思ってる。モンドの民と一緒に祭りを思う存分楽しめ。ついでに俺たちの分も飲んでおいてくれ。暁ワイナリーが毎年出すブリュー祭限定ワインをな。モンドにバルバトス様のご加護があらんことを。俺たちの思いも風に乗ってお前らの元へ帰れるように。ファルカ。推進、隊長と俺どっちがすごいかというと、
この俺に決まってる。隊長なんざ騎士団には10人もいるんだからな。はあ、はあ、はあ。手紙の内容は以上です。ありがとうございました。ミカ、ご苦労だった。ジン団長、その手紙の最後のページの裏にも何か書いてあるようです。追追信、紙が足りないからここに書いておくぜ。リサ、お前へのメッセージだ。あ、大団長からリサさんへのメッセージのようです。あら、私に？特別なメッセージのようだ。リサ、また後でゆっくり話そう。みな、大団長が言ったように数日後に武竜祭が開催される。このタイミングで衛星隊から無事を知らせる便りが届いたのは幸運なことだろう。彼らはモンドに戻り、共に祭りを楽しむことはできない。だが武竜祭は皆が楽しみにしている行事だ。離れた地で頑張る遠征隊のためにも、そして勤勉なモンドの人々のためにも、各自持ち場を守り職務に励んでほしい。もちろん休みの間は適度にリラックスしてくれ。久方ぶりの祭りを楽しんでほしい。今日の会合は以上だ。解散。ファデュイの隊長の話が出てくるなんて、オイラの聞き間違いじゃないよな。なんだか重大な事件の匂いがするぞ。でもファデュイのことなんか一旦忘れようぜ。それよりも武竜祭ってただで飲み食いできるお祭りっぽくないか？もっと情報はないのか？かわいこちゃんたち、一緒にジンとお話ししない？さっきは人が多すぎて挨拶もできなかったでしょ。うん、そうだな。早速ジン団長のところに行こうぜ。こんにちは。あなたはそのガイア隊長をお探しですか？僕のことはどうかお気になさらず。どうしよう。ガイア隊長、僕何を話せばいいんでしょう？遠征隊に長いこといたのに相変わらずだな。さっき竜祭について俺に聞いただろう。今お前の目の前に立っているのがあの伝説の栄誉騎士だ。えへん。そしてオイラが伝説のパイモンだ。皆さんどうも。お強いのですね。僕感激しました。あのエウラ隊長に報告しないといけないので先に失礼します。言っちゃったぞ。残念。もっと遠征隊のことを聞きたかったのに。本当に残念だ。だが気にすることはない。あいつの目には町の話題の人物としてお前たちが映ってるんだからな。きっと時間が解決してくれるだろう。次に会う時は自然と仲良くなれるかもしれない。そうだ、ちょっとしたヒントをやろう。あいつとは野外での探索について話してみるといい。そうすれば信頼を得やすくなる。どうだ、俺と一緒に来たおかげでなかなか楽しめただろう。みんなと武竜祭を過ごすためにお前らもモンドに滞在するんだよな。思いっきり楽しんでいってくれ。来たか、リサ。大団長の手紙はそこのテーブルの上にある。旅人にパイモン、久しぶりだな。さっきは仕事でバタバタしていて挨拶もできずにすまない。もし時間があったら少しモンドで過ごしていったらどうだろうか。もうすぐモンドでは
武竜祭が始まるんだ。ジンは数日前からあなたたちのことを話していたのよ、リサ。ゆっくりおしゃべりしててちょうだい。私は手紙を読んでくるわ。ああ、モンドはオイラたちにとって旅の原点とも言える町だからな。大切な思い出もたくさんあるし。そうだ、ジン団長、武竜祭についてオイラたちあんまり詳しくないんだ。どんなお祭りなのか教えてくれないか。ああ、もちろん。武竜祭はバドルドー祭やウィンドブルーム祭と同じく古くからあるモンドの伝統的な祭りで、周期の重要な行事でもある。毎年秋になるとモンドには西風が吹き始める。これは収穫期に漂うお酒の香りが魅力的で、お酒を愛する風神を引き寄せるからだと言われている。どこにいようと、あの方はそよ風となって故郷に帰ることができるんだ。おお、まさに風神のイメージ通りだな。そのためモンド人は西風をブリーズと呼び、武竜祭はバルバトス様を迎える祭りとして始まったという。かつてはこの時期になると住民たちは新しくお酒を作り、翌年の武竜祭のブリーズデーまで開けないようにしていた。人々が熟成したお酒を開けるということには、風神を招いて共に飲むという意味がある。風神がそのお酒の味を気に入れば、喜んでそよ風を呼び、尊い祝福を与えてくれるという言い伝えがあるんだ。あいつの性格からして、来年もみんな美味しいお酒が飲めますようにとかじゃないか。祝福の具体的な内容は私もよくわからない。これらの言い伝えはあまりに古く、細かな内容は失われてしまっているんだ。時代を超えて語り継がれてきたものって全く別の形になってたりするからな。例えばモンド人は風の花はどの花なのかって議論したりするし。いわゆる民間伝承の一つね。ああ、本題に戻るが、ブリーズデーでは風神を祀るという風習が今でも残っている。そしてこの祭りもモンド人が収穫の喜びを分かち合い、美酒を味わう祝日になっているんだ。毎年この時期になると異郷を旅しているモンド人が故郷に帰ってくる。モンドに帰ることができない人であれば、武竜祭の時期は最も故郷や家族が恋しくなるんだ。おお、だから大団長も手紙に俺たちの思いも風に乗ってお前らの元へ帰れるようにって書いてたんだな。今年のイベントはセピロス教会と冒険者教会が協力して、清泉町郊外のシードル湖で一緒に祝うことになってる。そして期間中は伝統的なブリューフェアを開催するんだ。ブリューフェア？ああ、これはもともと酒造業者と農家がお酒の原料を取引するための市場だった。今では出来上がったお酒だけでなく、この時期にしか口にできないジュースやお菓子がたくさん並び、さらにはリユース品や手工芸品を人々が売っている。この機会に騎士団は町のお年寄りや子供たちのためにチャリティーショップを開くつもりだ。おお、なんだか面白そうだな。時間があれば散策してみるといい。欲しいものに出会えるかもしれない。ところでリサ、大団長からのメッセージは何だったんだ？ええ、私もちょうど相談しようと思っていたところよ。大団長にレザーの身分に関する仕事を依頼されたの。レザーは放浪寮の狼に育てられたって言ってたぞ。両親が誰なのか知らないし、あいつの話によると狼たちがルピカ、つまりあいつの家族なんだろう。私が知っている情報とほとんど同じね。でも大団長曰く、時計の右側にある
3番目の棚の一番上に木箱が置いてあるらしいの。中には彼の両親が残したものが入っていて、そろそろ渡す時が来たとのことよ。つまり大団長はレザーの両親のことを知ってたんだな。ええ、そういうことになるわ。大団長とレザーの関係は単に放浪寮で出会って剣術を教えただけではなかったのね。よし、じゃあ早速レザーを探しに行こうぜ。実の親に関する情報ならあいつにとってきっと重要なことだろ。ええ、そうね。すべてお見通しなのね。さすが可愛い子ちゃん。これまで自分とは関係のなかった本当の両親、普通の子なら簡単に受け入れられる話ではないわ。ましてやレザーはずっと放浪寮で生活してきた。人間社会との関わりが少ない子よ。心の準備ができるかどうか。しかし大団長もきっとその点を考慮しているはずだ。もしかしたらレザーのことを考えた上でこのタイミングを選んだのかもしれない。それも一理あるわ。可愛い子ちゃんたち、お願いがあるんだけど、レザーと話してきてくれないかしら。レザーは私のことを師匠として見ているから、悩みがあっても全てを打ち明けてはくれないの。あなたたちはレザーの信頼できる友人でしょ。こういったことなら私よりも話しやすいかもしれないわ。ええ、よろしく頼むわね。それからできればたくさん元気づけてあげて。あの子くらいの年頃はケアとサポートが最も大切だから。他に聞きたいことはあるか。ああ、手紙を送り届けてくれたミカのおかげだな。皆が無事であることこそが私にとって最大の励みになる。しかしファデュイの執行官隊長が現れるとは予想外だった。大団長の言葉遣いはいつも少し独特だが、あんなに人を高く評価したのは初めてだ。今後もし君たちが旅先でその隊長と遭遇したら、くれぐれも気をつけてくれ。こいつはただ者ではない。他に聞きたいことはあるか。ミカは手紙配達の任務が終わったら遠征隊ではなくエウルアの遊撃小隊に復帰するようにと大団長に言われたらしい。測量士は通常行軍の戦闘部隊に配置され未知の領域を探索する使命を背負っている。つまり今の遠征隊にかかっている負担は以前よりもかなり減っているということだろう。そういえばミカと話したことはあるか。知らない人の前ではいつも人形のように背筋を伸ばして固まってしまってな。もう少し自信を持ってくれればいいんだが。他に聞きたいことはあるか。安心してくれ、準備は着々と進んでいる。栄誉騎士である君に与える仕事は祭りを思う存分楽しめ。で、いいか？他に聞きたいことはあるか？ああ、武竜祭で楽しい時間を過ごしてくれ。教育、指導。これは教育者たる者の責任よ。あなたたちが戻ってくるまでに、ちゃんと準備しておくから。早く行ってあげて。可愛い子ちゃんたち、レザーのことは頼むわね。レザーは普段放浪寮のあたりにいるよな。さっきの話を知ったらどんな反応をするんだろう。裁きの雷。おい、見ろよ、清泉町の狩人たちが使ってそうな狩り用の罠があるぞ。お、何か見つけたのか。
雷元素の痕跡。まさかレザーか？おかしいぞ。以前は狩人たちが活動するエリアを避けてたのに。とにかく痕跡をたどって探してみよう。ひゅっ、見ろ、この先に罠があるぞ。どうだ、雷元素の痕跡は感じるか？雷元素の痕跡は放浪寮の奥まで続いてるみたいだ。このまま先に進もう。よし、これで最後の罠も設置完了だ。レザー、ここまでついてきてくれてご苦労だった。平気、走るのは得意。ん？レザー、どうしたんだ？知ってる匂い。遠くから帰ってきた友達。あれ、ルラフも一緒にいる。もしかして一緒に狩りをしてたのか？ああ、ちょうど収穫期に入ったからな。イノシシがよく町やワイナリーのあたりで食べ物を探し回ってるんだ。農作物を踏んづけたりブドウ棚を倒したりするならまだマシなんだが、人を怪我させちまったら大変だからな。安全なエリアからイノシシを追い出すためにセピロス騎士団の人が俺たち狩人に声をかけてくれたんだ。茶色の猫おじさんとイノシシを捕まえてみんなを守る。おほ、レザーも随分成長したな。以前は狩人たちを避けてたのに。そう言うな。今回うまくいったのはレザーのおかげなんだ。こいつが狼に話を通してくれたことで、ここらで狩りをしている間戦闘を避けることができたんだからな。みんなとルピカの役に立てて嬉しい。でもたくさん話す必要があるから疲れる。おう、でもオイラたちレザーに伝えなきゃいけない大事なことがあってここまで来たんだ。ああ、俺知らない。レザーは本当の両親について知りたくないのか？知りたい、でも知りたくない。知りたいけど知りたくないってことか。複雑な心境だな。旅人、さっき仕掛けた罠の調整に手を貸してくれないか？レザーには気持ちを整理する時間をやった方がいいだろう。いや、レザーの言葉を聞いてざっくりとだが予想がついてな。ここ最近俺たちはいつも一緒に狩りをしていた。あの子は口数が本当に少ない。だが一緒にいるうちに多少なりとも性格が分かってきたんだ。彼はきっと本当の両親に会いたいと思ってる。ただ未知なるものへの恐怖が全てを上回ってるんだろう。俺はこう見えても父親だ。子供については多少の心得がある。ディオナがまだ幼かった頃、狩りで俺の帰りが遅くなると、それから数日間は見捨てられるのを恐れて俺の行動の全てをじっと観察するなんてことがあった。つまりレザーも本当の親に捨てられたって言われるのが怖いのか。そうだ、それが一番重要な問題だと思う。もしそれが真実だったら、俺たちが何を言っても焼け石に水だ。そして他にも気になることがある。
レザーは自分のペースで成長してる。すぐに消化できない悩みも多いとは思うが、確実に変化してる。それだけは間違いない。だが、実の両親に関する情報を目の前に突きつけられた時、自分がどこから来て、どこへ行くのか、そんな問題を短い期間で考えないといけなくなる。ドラフはなんだか考え方がリサさんと似てるな。これが大人なのか。別の立場の人だと、確か陣団長はこんなようなことを言ってたよな。人を信じて直感を信じるって。お前はどう思う？そうか、レザーにお前たちのような友達がいるのは心強い。おう、ラジャーたち。じゃあレザーを待たせないように早速実行しようぜ。レザー、どうだ？考えはまとまったか？まだ考えてる。心の中が変。ググプラムが刺さったみたい。ファルカ？背が高くてすごい人。よく笑う。ああ、信じる。俺に優しい。名前をつけてくれて、戦いを教えてくれた。大事な任務で出かけたけど、俺、会いたい。知ってるか？ファルカは手紙を書き終えたのに、わざわざレザーのことを裏に書いて、お前の両親のものを渡すように、リサさんに頼んだんだ。つまり、それがお前にとって、特別な意味を持っているって考えたんだ。それに、たとえ何があっても、旅人とオイラ、リサさん、それに、お前の友達全員が、レザーのそばにいるぞ。その通り。茶色の猫おじさんもお前を応援してるぞ。ああ、ありがとう。決めた。俺は、お前たちと、師匠のところに行く。そう来ないとな。先に行ってくれ。俺は手元の仕事をさっさと終わらせて帰るつもりだ。武流祭が始まる前に娘との時間をたっぷり過ごさないとな。おう、じゃあまた今度な。リサさん、レザーを連れてきたぞ。師匠、俺、物を見に来た。あら、オオカミちゃん、元気そうでよかったわ。もう二人から説明を受けたようね。さあ、この木箱がそうよ。さっき取ってきたばかりで、まだ開けてないの。もし決心がついたら、自分の手で開けてみて。うん、もうついてる。お、箱の中は…こまごまとしたものばっかだな。てっきり手紙とかそういうのがあるもんだと思ってたけど、まさか時間が経ちすぎてファルカが他の木箱と勘違いしたのか。匂いがする。お、匂いって何の匂いだ？ずっと昔嗅いだことがある匂い。あの人たちの匂い。人間のパパとママの匂い。子供の頃に嗅いだ匂いを覚えているなんて、そんなことあるのね。さすがレザーの嗅覚。野生じみた感覚も一種の才能なんだろうな。他にも手がかりがないか見てみようぜ。あれ、この毛糸のぬいぐるみ、なんだか歪んでるけど、
手作りだよな。お？こっちは遺跡守衛のパーツっぽいぞ。おい、見ろよ。このボトル空じゃない。まだ半分以上お酒が残ってる。それに紙が貼ってあるぞ。サウザンド、サウザンドウィンドブリュー。あら、そのボトルの中身サウザンドウィンドブリューなの？師匠、知ってるのか？ええ、噂によるとサウザンドウィンドブリューはモンド人が初めて習得した醸造法で作られたお酒よ。この名前の由来は材料をたくさん入れるからという説と、家庭ごとに醸造した味が違うからという説があるの。さまざまな方法で醸造され、味をコントロールするのがとても難しいことを本で読んだ覚えがあるわ。でもこの特性は酒造業の立場からしたら扱いにくいものよ。それに彼らは配合が安定しているお酒を商品として選ぶ傾向にあるわ。だから市場や酒場でサウザンドウィンドブリューを見かけることはほとんどないの。オオカミちゃん、これはあなたの両親が手作りしたお酒よ。つまりきっと重要なものなんだよな。あ、そうだ、レザー、せっかく鼻がいいんだから開けて匂いを嗅いでみたらどうだ。もしかしたら何かわかるかもしれないぞ。わかった。あれ、すごく真剣に嗅いでるぞ。しかも笑った。どう？甘くてひんやりしててちょっと苦い。好き。いろんなものが入ってる。でも本来の匂いとは少し違う。レザーですら違いがわからないのか？もう少し嗅いでみる。いいのよレザー、自分を追い込む必要はないわ。うまくいかないときはどうすればよかったかしら？違う方法を試す。その通り。偉いわ、師匠の言葉をよく覚えてたわね。そろそろブリュー祭の時期よ。お酒に詳しい人がモンドに集まってくるから、きっとサウザンドウィンドブリューの詳細を知っている人も現れるわ。そうか、その手があったな。開幕式はとても盛り上がるから、可愛い子ちゃんたちも見逃さないでね。レザーも一緒に会場に行って聞き込みをするといいわ。うん、たくさん聞いてみる。そばにいてやるから安心しろ。オイラたちは、お前がドゥラフとオオカミたちの間を取り持ってくれたように架け橋になるぜ。わかった。じゃあ俺先に帰る。人間のパパとママのことルピカに教える。開幕式でまた会おうな。レザーが最初の一歩を踏み出したこと、師匠としてとても嬉しいわ。可愛い子ちゃんもレザーとあちこち行って疲れたでしょ。お茶を入れてあげるから一休みしない？みんな待たせたな。今年のブリュー祭も無事に開幕できた。祭りの期間はモンドの住民の方々をはじめ、世界中から訪れた人々が美酒を分かち合い、収穫の喜びを満喫できることを願う。ブリーズデー当日は風神バルバトスの帰還を迎えるために這い上げの儀を行う予定だ。風の導くままに。風の導くままに。レイザー、もう来てたのか。ああ、人が
たくさん。さあ、こっそり人探しに行くぞ。人探し。うん、情報通でお酒好きな吟遊野郎を探すんだ。あいつなら何か知ってるかもしれないからな。吟遊野郎！やあ、旅人にパイモン。この素晴らしい祭りの時期なら君たちに必ず会えると思ってたよ。綺麗事ばっか言っておいら騙されないぞ。素晴らしい祭りとか言いつつ結局はお酒が目当てなんだろ。そんなこと言わないでよ。この祭りの魅力はそれだけじゃないんだから。あれれ、レザーじゃないか。最近調子はどうだい？まあまあ、お前に聞きたいことがある。そうそう、レザーはお前に聞きたいことがあるんだ。吟遊野郎、サウザンドウィンドブリューって知ってるか？おや、なんとも懐かしい名前だね。最後にその名前を聞いたのはいつだったかな。実はレザーの両親から木箱をもらったんだ。その中にはお酒が半分入ったボトルがあって、サウザンドウィンドブリューって書かれた紙が貼ってあった。古い製法で作られる歴史あるお酒らしいから、お前なら何か知ってるかもって思ったんだけど。いい匂い。でも何が入ってるかわからない。なるほど、サウザンドウィンドブリューの製法が知りたいんだね。なら僕に聞いて大正解だよ。僕はとある歌謡を知っている。その名も同じくサウザンドウィンドブリューって言うんだ。ブリーズデーまで取っておこうと思ってたけど、友達のためだからしょうがない。どうだい、今すぐ歌ってあげようか。歌謡、よくわからない。でも聞きたい。悪くない返事だね。じゃあ始めるよ。これらを樽に封印し、焦らず待つのだ。風が吹き波が立つまで、美酒のボトルをまずローで封じ、南風は心地よく北風はたける。美酒はどんな味か、モンドの名、自由の夢。何を発酵させ美酒となったのか、探求する勇気、優しさに満ちた慈愛。守護の執念はありし日のまま、歌いを掲げる旋風とともに。酸味ある雫は甘くなり、粗雑な樽は潤わん。焦らず待つのだ。風が吹き波が立つまで。拍手ありがとう。この歌謡はみんなの役に立ったかな。お酒と似てる。少し甘くて少しクラクラする。意味はわからない。レザーはともかくオイラもよくわからなかったぞ。醸造のことを言ってるのは確かだけど、具体的な内容が全くないじゃないか。ぼんやりとしたロマン、これもモンドの歌謡の特徴だからね。醸造の材料に関係しそうなのは、探求する勇気、優しさに満ちた慈愛、守護の執念、歌いを掲げる旋風。何のことを言ってるのかさっぱり見えてこないぞ。おい吟遊野郎、お前実は全部知ってるんだろ。ちょっとくらいヒントをくれよ。おっと、残念だけど僕は教鞭を取る厳しい先生じゃないからね。それに歌謡にない内容をでっち上げろと言われても
無理な相談さ。香りの秘密を知るには自分たちの力に頼るしかないよ。自分の力に頼るって、オイラたちで醸造しろってことか。それに醸造したら何かわかるのかよ。おい銀妖野郎、嘘ついてないよな。長い付き合いなのに僕の誠意を信じてくれないの？すっごく悲しいよ。信じる。俺試してみたい。自分でお酒を作って答えを探したい。お酒を作る方法が分かれば、パパとママのお酒に何が入ってるのかも分かる。ああ、その人たちのこと知りたい。レザーがこう言ってるし、幻影野郎のことを信じよう。初めてのお酒作りだ。失敗したって別に恥ずかしくないぞ。安心して、自由にやればいいさ。思ったより難しくないから大丈夫。楽しく真摯な気持ちで取り組めば、必ず期待通りの結果を得られるはずだよ。うん、かよう、師匠に聞かせる。それから自分で考えてみる。うん、その意気だぜ。じゃあ2日後にまた会うってことでいいか。場所は同じくここにしよう。ああ、覚えた。じゃあまた。ちょうど僕も話し足りないと思ってたんだ。おや、じゃあもう一度あの部分を歌うね。これらを樽に封印し、焦らず待つのだ。風が吹き波が立つまで、ビシュのボトルをまずローで封じ、南風は心地よく、北風はたける。ビシュはどんな味か、モンドの名、自由の夢、何を発酵させビシュとなったのか。探求する勇気、優しさに満ちた慈愛、守護の執念はありし日のまま、歌いを掲げる旋風とともに。酸味ある雫は甘くなり、粗雑な樽は潤わん。焦らず待つのだ。風が吹き波が立つまで。モンドの祭りはどれも好きだけど、ブリュー祭は特に気に入ってるんだ。西風が吹き終わると風神は眠りにつく。残りの冬は風神の管轄外の北風に委ねる。つまり冬眠前のごちそうなんだ。あの子のことならあまり心配する必要はないよ。旅の中で喜びや自由を見つけるのはモンド人が一番得意とするところだからね。君も自分だけの喜びを見つけ出してほしい。僕にとって君の気持ちはとても大事なものだから。じゃあまた。焦らずじっくりと答えを見つけてね。あらあら、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 あら